吉田さんお疲れ様です。まああの、お酒飲もうが、タバコを吸おうが、自分以外のことっていうのは、まあ、他人事なんですよね、まさに文字通り。ですんで、人のことを指さしてね、酒飲んでなんか意味あんの人生って聞いてなんか意味あんのまあ、さにね、うん。本人にしか意味はないし、本人にしか関わりがないんですよ。どんなに釣りが好きで、釣りが上手になろうとも、自分が釣りの楽しみを知らなければ、 無駄なことやってんなーって感じるし、釣りが大好きな人に言わせれば、釣りの楽しみを知らないなんて人生の楽しみの半分を失うようなもんだよって言うんですよね。みんなパーソナリティー違うし、育った環境も違うし、趣味嗜好違うから仕方ないですよね。まあそれでね、どんなことをしようとも人っていうのは批判にはほんとまみれると思うんですよ。 お金つく中で他者の批判っていうのはあってそれによって自分のモチベーションが上がったり下がったりするんですけどもなんかそこがそもそもね妙な話であの他者との関わりを持てば持つほど批判にさらされる可能性も高くなるんですよねだから極限まで他者ってものを切っていってまあ批判もねある程度はいると思いますけども受け取り側の気持ちですよね今日はあの勝海舟の言葉をちょっと引用しましょうか それはですね、行いは俺のもの、批判は他人のものっていうふうに完全に切り分けてることなんですよ。だから他人がどんなに批判をしようが、それはその人の権利だし楽しみ方だからいいんじゃないのと。ただ、俺の行いは俺がやるから別に止まらないよってことですよね。もちろんその中には的を射た批判っていうのもあるかもしれません。賢い人っていうのは批判のような、たしなみをするんですよね。 だから、あ、なるほどな、それも一理あるなと思ったら、自分の行いっていうのは変更する余地が残されているけども、でも、単なる批判っていうのは、聞くに値しないわけですよね。で、単なる批判っていうのは、やっぱりこう、知恵の乏しい人がやるっていうふうに考えていたそうです。要するに、自分が挑戦もしてないのに、なんか批判をするっていう感じですけども、あの、あるね、マージャン大会の話聞いたんですけども、そのマージャンっていうのは、どこで誰かが決めたか知んないけど、ダンっていうのがあるらしいんですよ。 この辺りからもうバカバカしいなと私は思うんですけども、麻雀に段があるって。ね。9段とか10段とかあるらしいですよ。じゃあ10段ってものを決めた人ってのは11段以上なのかってことでしょう。だから、10段でもない人が10段を認定するっておかしな状況が続いてるんですけど、まあまあそれはいいでしょう。まあなんかね、8段9段10段が集まる麻雀大会で、なんとかその出動権をもぎ取った人がね、たまたま生き上がってって言われてるらしいんですよ。あたまたまあいつは運に恵まれて、 決勝残ってるよねって、うん、で本人は「いやたズここまで来たぜ!」ってからね頑張ってるのをすごくね批判されてるんですよ息巻いてるっていうかねたまたま上がったやつがなんか吹いてるよみたいな感じですよねでも文句言う人とか批判する人ってそもそもそのステージに行ったことすらない人なんですよだからそのマージャン大会でね決勝に行った人を「うんだなんだ」と批判するとしたらマージャンってのは所詮 たまたまとか運が良くてで化粧択に残れるようなそんな薄っぺらい世界なんだよってことをますます肯定してるようなことになるんですよね。運とかたまたまでは上り詰められないようなところに行ったっていう風に考えたらあいつついにあそこに上るようになったかっていうような形でそもそもそこの世界にいる人をなんかね、あのー、肯定することにもなるんですよね。でもたたたたまたま化粧に残ったみたいなことを言言えば言うほど そもそもずっと決勝宅にいた常連さんは、あ、たまたまの人間が俺の目の前に来るほど、俺は大したことない人間なんだって評価を受けてるんだなっていうふうに思わなくちゃいけないんですよね。まあ、麻雀に限らず勝負事ですけども、お笑い話でね、こんなのもあるんですよ。ある人がね、やってきて言うんですよ。いやー、俺この前さ、すごい人と対戦したんだよ。なんか、ね、その人が座っただけでオーラを感じたの。全然叶わなかった。いや、すごい人だった。 って言うんですよ。で、その話を聞いた人がね何て言ったかっていうと「いやすごい人だったかもしんないけどもいやお前と試合をしてる時点でその人すごくないから」って言うんですよね <laughs> つまり大体同格の人が引き寄せられて集まるってことなんで天地の差のある人が同じ宅にはつかないっていうねまあ、世の中の心理上がっていけば上がっていくほどそこに住んでいる人に出会えて今まで一緒にいた人とは話が合わなくなってくるってことなんですよね えーまあ、私もねこうやって10年間情報発信してますけども、まあ、ナミさんとね芳根さんっていうのがその10年という単位でそのステージに乗ってるとしたら他の方はねああだこうだ言っても5年ともたないわけじゃないですかいや3年かそう考えたらやっぱり10年間こうやってね一緒にほぼ毎日情報発信をしながら関わり合ったりやるいただける関係っていうのはねありがたいことですよね。 まさに、その、行いは俺たちのもんですね。で、批判っていうのは、評価っていうのは他人のものです。他人が自由に、自分が気に入った人を、気に入らない人を評価すればいいって話なんでね。で私たちは、自己評価っていうか、自分の内側をもっともっと彫り込んでいけばいいのかなと思いましたね。何にでも学びあるもんです。いってらっしゃい。